見えてるかな、カメラ映ってんのかな。看板がある。はい、増形山、ここ入り口、こ、ん、三角点、三角点。おはようございます、新地登山部です。はい、ということで今日やってきたのは熊本県の五木村ですね。道の駅からだいたいね、あ、車をね道の駅に止めてきたんですけど、で歩いてここ登山口までがだいたい20分弱ぐらいかな。で今登山口に立っています。登る山なんですけど、はい、ここに書いてあるんですが、増形山、そしてねこの先に八春岳っていうのがあるみたいなんで、そこを目指して登っていきたいと思います。でね、途中がねちょっと険しい急登があるっていう話を道の駅のね観光協会観光情報センターの方で聞いてきましたんで、急登、そしてねその途中にねちょっと広めの洞窟があるという話も伺ってますんで、そのあたり楽しみながら山頂目指したいなと思います。はい、それでは行ってきます。ご安全に行きましょう。はい、まだねスタートしてからそんなに経ってないんですが、急登が急登すぎる。そして足元が葉っぱだらけで歩きにくいな。どっち行こうかな。よいしょ、こっち行こうかな。よいしょ、なかなかね、よいしょ、道がはっきりしてませんが、と言いながらもね目印のリボンはねたくさんあるんで迷うことはないでしょう。ただ足元が落ち葉で、はい、すごい状態になってるんで、今は登るの気をつけないとこけちゃうかなといった感じです。はい、急登登りきりました。尾根に到着です。あ、なんか看板があった。ここから降りてけよっていう帰りのね看板だと思います。で尾根に出て風がね出てきたんでちょっと気持ちいい。はい、暑かった。でこれからはねこっちに登っていくんですけど、また尾根沿いをずっと登っていく感じですね。はい、気をつけて進みましょう。なんか目の前に倒れてる。はい、今こんなところにいるんですけど、目の前にね倒れてる三角点ですか。三角点があった。何等なんだろう、わかんないですけど、あ、四等って書いてありますね。四等三角点がありました。タッチしとこう。はい、標高が515メートルだそうです。はい、尾根を進んでるんですけど、こっちは先と違ってね足元、はい、はっきりしてます。目印もねたっぷりついてるんで、うん、ここはさっきの急登より、はい、同じ急登なんですけど登山開始してすぐの急登よりはね歩きやすいです。はい、急登がね相変わらず続いてるんですけど、だいたい登山始めてから50分かなが経過してます。ずーっと急登です。でね、もうちょっとでねその目の前のピーク届くんで、そのあたり着いたら一旦休憩をね入れたいと思います。いや、よいしょね、水分補給とかはね、よっこいしょ、あ、ごめんなさい。
水分補給とかはちょいちょい入れてるんですが、ずっととにかく歩きっぱなしなんで、はい、ちょうど1時間ぐらいになりますし、その先休憩したいと思います。はい、さっき休憩するって言ってね、まだしておりませんが、状況が変わったんでね、カメラ回してみました。さっきまでの尾根はね、小さい石、細かい石になったんですけど、うん、休憩しますって言った後、いきなりこういう岩場になりました。石灰岩かな、あれ頂上へ、なんかね、分岐の看板が出てきました。左側が頂上へ、右が岩戸方面、岩戸でいいのかな、はい、っていう看板があったんですけど、何があるんだろうこっち、よく分かってねえな、どっちに行けばいいんだろうな。まあとりあえずね、はい、山っぷには岩戸方面のことについてはね、何にもないんで、まあまあ今日の目的である山頂ね、目指します。いや、なんかね、すっごいね、行かなきゃいけないっていうこの岩戸の看板、うん、気になるんでね、ちょっと向こうね、進んでみようと思います。山頂は、はい、こっちのね、山頂はね、帰り、こっちから降りてくればなんとかなるでしょう。うん、行ってみよう。なんかすごい気になる。さっきの分岐の看板なんですけど、山頂に行くか岩戸に行くかっていうところで、山頂にね、行きたいなと思いつつも、あの岩戸の看板がね、妙に気になってね、うん、もしかしたら洞窟じゃねえのとかね、そういう風に思っちゃったんで、岩戸方面に進み出しました。岩戸の方進んでますが、この一応ね、ロープ沿いにずっと進んでます。で、道の方は結構ね、トラバース気味っていうか、あの斜めのところをね、斜面をずっとトラバースしていく感じで、足元はわあ、うん、あんまり良くありません。なんでしょうこれは。はい、登山道としてはね、ちょっとね、足元は気をつけながら歩かないといけないっていう感じの道ですけど、うん、まあ道としてはね、こうやってね、ちゃんとロープでね、案内はされてるんで、はい、道に迷うことはないと思います。はい、今からね、ここ結構ね、急な坂なんで、気をつけながらね、降りていこうと思います。うん、手袋をつけて、カメラはね、ショルダーにくっつけちゃいました。まあ滑り落ちないようにね、気をつけましょう。いや、この先どうなってんだ、うおぶねぶねぶね。なんかいろんなものにね、捕まりながら、よいしょ、降りていかないと危険かなっていう感じです。よいしょ、あ、結構降りてくな、よいしょ、頑張るぞ。わだだだだだ、危ね危ね。だいぶね、楽しいですよこれ。さっきまでさ、あの急登が続いてたんで、もういいんじゃね、飽きちゃったよとかって思ってはいたとこなんですよ。で、こういうね、楽しいアトラクションが出てきて、ちょっとあのリフレッシュ、イメージチェンジ、はい、そんな感じで楽しんでおります。何回言うね、この先岩戸、お、わあ、なんかさ、石灰が、おーっと来ました。来ました、なんか看板見っけ、岩戸の洞窟。ちょっと待ってね、いきなり登場っすわ。足元は大概やばいですけど、はい、こんなやばいところに出てきました。見えてるかな、カメラ映ってんのかな、わかんねえぞ、映ってんのかな、はい、お、ここか、いやー、多分ここ、これが、あ、書いてあるもんね、よいしょ、うおー、すげー、はい、到着です。岩戸洞窟ということで、読み方間違ってたらごめんなさい、はい、に到着しました。時間の方がね、11時42分ということで、道の駅から、1時間25分6分、まあそんな感じで到着しました。
いや、ちょっとね、入ってみようかなと思います。こんな感じのとこか。うん、道の駅でね、洞窟があるって言われてたんで、あの看板をね、右に曲がらなかったら、岩戸方面に行かなかったら、ここ来れてなかったっすね。はい、到着です。すごい。まあまあ広いよ。ちょっと待ってよ。なんかね、あそこにまた穴があるんすよ。落ちないように気をつけないといけないね。足元だけね、照らしながら、はい、進んでいこうと思います。すごいとこに来ちゃったよ。あんまり近寄るとね、落ちちゃうんで。え、どこまで続いてんの？あの穴。あそこで終わりかな？はい。映ってるか。カメラに映ってるかどうかわかんないですけど、ここにね、どうやろ、四五畳。畳で言ったら五畳ぐらいの大きな穴が開いてます。で、お地蔵さんがいらっしゃるのかもしれないですが、ここはちょっと、お邪魔します。おし、じゃあね。よいしょ。これ、戻らなきゃいけないかな？よいしょ。なんか、いきなり寒気がしてきた。怖い怖い。よし。はい、ということで、ありがとうございました。岩戸洞窟到着でした。今からはまた、さっき来た道をね、登り返すっていう風に、あたたた、なるかと思いますが、とにかく急な道だったんで、気をつけてね、登っていきましょう。登り返しましょう。はい。さっき、山頂へっていうね、分岐の看板があった、ここまで戻ると、結構ね、時間かかりそうなんで、こっちに行きたいんでね。ここ、まっすぐ登ると、尾根出るんじゃね？って言った感じで、こうやって見るとね、もうすぐそこなんですよ。はい。なので、僕ね、今日は、ここ直通して登ろうと思います。よいしょ。はあ、いや、登ってきた。いや、やっぱ早いね。ということで、登山道に復帰しました。ここから、山頂ね、進みたいと。どれになるんだ？あれかな？はい、マス型山。あ、お昼になっちゃったよ。ちょうど12時ですね。ここ。はい、マス型山まで。まだ、1時間かかるって書いてあるな。はい、あそこ、目指したいと思います。行きましょう。はあ、頑張ろうって言ったんですけど、なんか、休憩っぽい休憩をしてないんで、この辺り、あ、看板が見えてきた。はい。へいや。マス型山登山道の5合目ということで、私、休憩っぽい休憩取ってないんで、ここで、一旦ね、ザック下ろして休憩取りたいと思います。はい、5合目休憩終わって、またさらにね、山頂を目指して進んでいこうといった形で、うん、この辺りはね、ちょうどピークになるんかな。なので、横移動となってます。ここのね、登山道ね、急登で、確かにしんどいんですけど、まあまあ、いいトレーニングにはなるんじゃないかなと思います。お、鹿さんですか？はい。ということで、足、太ももね、パンパンになってきております。いや、いい運動ですね。はい。まだね、マス型山の山頂には着いてなくって、もう最後のね、急な登りを登っているところですが、汗はかいてるんですけど、寒くなってきました。やっぱね、尾根を歩いてるんで風が当たってるっていうのがあるみたいで、うん、体がね、ヒヤッとしだしたんで、ちょっとね、あ、なんか看板がある。
あ、8合目?8合目の看板が見えてきたんで、そこで1枚ね、服を着ようかと思います。はい、時刻の方が12時47分ということで、5合目かなから、歩き出して1時間弱が経過しました。地図見るとね、あの、一番てっぺんですね。あそこが山頂っぽいんで、もうすぐ到着ですね。の予定なんですけど、いやー、もうずーっとね、急登でね、目の前には見えてるんですけど、なかなかたどり着きません。よいしょ。はい。山頂かなにやってきたんですけど、なんか建物、人工物があります。アンテナかな？よいしょ。よいしょ。あ、山頂へってやった。なんだこりゃ。よいしょ。すごい。すごいとこに出たぞ。FMK。あ、NHK か。はい。いつきテレビ FM 中継放送所ということで書いてあります。え？ここが山頂か？ちょっと待ってね。看板がある。はい。まっすぐ田山、ここ入り口こ、ん三角点三角点いや、なんか違うね。RKK って書いてある。違うな。山頂はどこだい？もうちょっと先かな？はい、今ね、マスガタ山山頂かと思ったんですけど、違うみたいで、この上かな？ここかな？なんか、プレートがありますね。よいしょ。これだ。はい。山頂、着きました。よいしょ、いいかな。はい、ということで、マスガタ山山頂到着です。イェイ！お疲れ様でした。この後ろにね、すごいね、いい景色広がってるんで、ここちょっとね、撮影したいと思います。はい、今ね、マスガタ山山頂にいるんですけど、この先に、八原岳、合ってる、はい、この先にね、八原岳っていうのがあるんですよ。そこまで35分とか40分ぐらいで行けるってことなんで、多分ね、はい、あっこかなだと思うんで、あそこまでね、ちょっと行ってきたいと思います。頑張ります。どっちでね、ご飯食べようかちょっと考え中ですが、とりあえず、八原岳。あ、でて。はい。とにかくね、八原岳。山頂ね、行って、こっちで食べるのか、向こうで食べるのか、ご飯の場所をね、考えたいと思います。いやー、横移動かと思ってたら、これ一回降りて、上登る感じですね。やだやだ。もうさっき散々登ったからね。ああ、行くのやめようかなって思いながらもね、行かないともったいないんで行ってきましょう。いやー、こっちの道は歩きやすい。なんかね、作業道なんかな。はい。を歩いてるって感じですね。もう左側はね、植林の、ほら、杉ですね。はい。杉の木、植林地となってるんで、ここ多分ね、林道、作業道やと思います。の上をね、ゆっくり、のんびり歩いてる感じです。
ここにピンクテープがあるんですよね。で、山がこっちの方向なんで、ここから入っていくのかな？境界杭がね、ここにあるんですけど、ここ目印で入っていけばいいんじゃないかなーって。はい、ピンクテープね。あの奥にもあるんで。よし。ここからね、登っていきたいと思います。もう少しでね、山頂になるんで、この上じゃないかな。はい、頑張って、最後まで、登り切りたいと思います。頑張ろう。うん、だいぶ体力ね、使ってます。頑張ります。見えてきました。山頂が。いやー、着いた着いた。よし。おー、すすきがすごい綺麗。はい。ということで、ここですね。はい、着きました。八ツ原岳山頂到着です。イエイ。お疲れ様でした。本当お疲れ様でした。登山口からここまでの、かかった時間なんですけど、3時間と20分。しっかり歩いたな。久々のね、ちょっとハードな登山だったかなと思います。ここでゆっくりね、お昼ご飯食べて、休憩した後に下山したいと思います。お疲れ様でした。すごいね、綺麗な景色見ながらご飯を食べました。はい、ということで、今からね、下山していきたいと思います。これは、椎茸？どう？合ってる？椎茸じゃないのこれ。どうですか皆さん。山で椎茸発見しました。いや、違うかな。キノコ全然わかんないんでね。でもなんかね、これはね、見たことあるような感じのキノコっすよね。椎茸じゃないんかな？違うのかな？Google さんに聞いてみよう。よし。おー、椎茸って出た。はい、椎茸って出ましたよ。どうなんだろう。間違ってないなら、天然の椎茸ですよね。うわ！びっくりした。ここにもついてたでっかいの。これ椎茸ちゃうの？やっぱり。どう見ても椎茸なんだけど、これ。すげえ、天然の椎茸だ。絶対椎茸だ、これ。うわぁ、美味しそう。食べたい。はい。焼いて食べたいですけど。うん、キノコわかんないんで、やめときます。帰りましょう。やべえなぁ。まっすぐだとこれなんですよね。ぐいっと。結構な下りになってます。よし、気をつけていきましょう。下山してる途中なんですけど、ちょっとね、今3回目かな。はい。コースから外れようとしてしまうんで、ちょっとカメラ回します。一応ね、ずーっとこんな感じでしっかりと目印が、はい、あそこもあると思うんですけど、目印がね、しっかりと映ってあります。場所によってはロープがね、トラロープが貼ってあって、はっきりとわかりやすいようにルートを示してるんですが、下り。結構ね、スピード出ちゃってるんですよ、僕。
下向いてわーってね、あの感覚で下っていっちゃうんで、これをね見落とすっていうか見てないですね。あの道はこっちだろうっていう感じで、本当はあの2つに分かれてる、例えば尾根があった時に右に曲がらないといけないのにまっすぐ行っちゃったりとかね、っていうのが3回ほどね今ありました。あのこうやってね、こうやって見るじゃないですか。うん、何あれ。はい。パッと見たときに、どこでも歩けそうな場所なんですよ。なので、全然違うところに行きそうになっちゃうんで、こうやってね、しっかり目印見ながら、ロープ確認しながらね、進んでいかないといけないなって、僕が今3回やったんで、すぐ気づくんですよ。気づくんですけど、やっぱりちょっと外れ、あれ？っていうのがあったんで、ちょっとね、カメラ回しました。気をつけて降りてきます。はい、お疲れ様でした。無事増形山、そして八原岳下山してくることができました。今回ここの山は僕初めて登ったんですけど、急登急登急登っていうね、もう本当に急登の連続で、最終的には3時間20分かかって山頂に到着するっていうね、3時間20分をずっと急登登り続けるってなかなか大変でした。なのでまあここに来られる方はある程度、山経験された方がいいかなと、はい、いうふうに思いました。でね、下山してくるときに、あの下山の動画の中にもちょっと入れさせてもらったんですけど、僕ルートを3回ねロストしてるんです。ルートから外れちゃってるんですよ。でこれなんでかなってちょっと思っとったんですけど、急な下り、はい、プラスこれもうスピードが出ちゃってるんですよ。急な下りなんでスピードが出てる。そしてね、今の時期っていうのもあるんかな、登山道がね落ち葉ではっきりとしていないっていうところがあって、あの本当は曲がらなきゃいけないところをまっすぐ行っちゃったとかっていうのがね何回かあったんで、そこら辺はね注意しないといけないかなっていうふうに思いました。ただあの目印は本当にねたくさんつけてあるんですよ。それを見落としてしまったっていう僕がね本当に悪いんですが、あの目印そして山マップね、しっかり見ながらゆっくりと下山していくっていうのが重要な山かなというふうに思います。はい、ということで今回の動画はこれで以上となります。今回の動画良かったなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。お疲れ様でした。よし、はい、最後までここからはね、道路を歩いていくんですけど、五木の集落の中を抜けて道の駅、そしてその隣にね五木の温泉があるんで、そこに入ってゆっくり体ね汗流してゆっくり体癒してね帰ろうかなと思います。お疲れ様でした。残念なお知らせです。帰り温泉ね入って帰ろうと思ったんですけど、どうもね温泉壊れちゃってるというお話でした。今ここでね道の駅で営業してるかどうかをね聞いてきたんですけど、どうも設備が壊れてるらしくって、しばらく復旧しないとのことでした。いや残念です。帰りましょう。